はい、どもねです。今回ですね、高野菜の方で、新規でね、ローと、キットが来ていましたので、それのキャラ評価をしていこうと思うんですけど、いや嬉しいね。うん、8周年でローとかキット来て、キットがね来てなかったのでめちゃくちゃ嬉しいですね。これちょっとこちらも狙っていきたいだと思ってるんですけど、まあ性能の方を見ていこうかなと思います。まあ、正直性能的には7周年ローよりも上位互換ぐらい強いっていうので、結構ね期待してるんですけど、とりあえず見ていきましょう。まず必殺技ですね。必殺技ガンマナイフ、かっけえなガンマナイフ。1ミの必殺ターンを一旦短縮し、一旦の間白色と自由タイプキャラの通常攻撃のチェーンケース増加量が最大でプラス 0.6 になり、グッドだった場合に、0.2、 グレートが 0.4、 パーフェクトが 0.6 という感じですね。で、一旦の間白色と自由タイプキャラの攻撃を 2.75 倍、一味の最大体力の上限を無視し、キャラの回復 ×50 倍の体力を回復し、最大体力の2倍上限値、体力が上限を超えているとき体力満タン時と同じ扱いになる。必殺発動時に一味が攻撃力アップ状態のとき2ターンの間白色と自由タイプキャラのスロット影響を 2.5 倍にするということで、まあそうですね、第一に、まあ必殺ターンを一旦短縮できるっていうのは結構強いですし、まああとチェーンケースの増加量が上がる、これ多分ですけど、これどういうことなのかちょっと微妙なんですけど、まあでもプラス 0.6 になりってことは、いやどうなんですかね、もともとパーフェクト のチェーンケースのそのパーフェクトを取った時のチェーンケース増加量っていうのがプラス 0.3 なんですよ。まあ、なんですけど、これプラス 0.3 にプラス 0.6 っていう感じで、プラス 0.9 っていう感じなんですかね。まあ、だとしたらめちゃくちゃ強いですし、まあ例えばそれじゃなくて 0.3 じゃなくて 0.6 になりますよっていう表記なら、まあ毎回 0.6 上がっていくっていうことで、まあ最大で3とか4ぐらいまではいくという感じですね。まあかなり、優秀かなと、これは、うん、今までにないような効果なので、この効果はめちゃくちゃ欲しいね。うん、で、さらに、まあ、一旦内で白色と重タイプキャラの攻撃を 2.75 倍にするという感じで、まあ、これもね、かなり強いのではないかなと。うん、やっぱ攻撃を 2.75 倍っていうのはかなり火力上げてくれますし、まあ、さらに、これを船長にして、その後ね、フレンド船長にもこのローを入れた場合、まあ、2回連続でね、必殺を使った場合ですけど、まあ、攻撃を 2.75 倍にしつつ、スロット影響も 2.5 倍にできるということで、もうこの時点で火力がやばいんですよ。火力がかなり出るという感じで、野心タイプのドフラミンゴ、力属性のドフラミンゴいるんですけど、 7.5 周年のね、まあ、ドフラミンゴも似たような感じで、船長とフレンド船長の必殺技で同時に使うと、まあ、スロット影響とか攻撃力アップだとか、まあ、チェーンケースの増加量上がったりだとか、まあ、基礎攻撃力上がったりだとかっていう、まあ、同時に使うことで火力がマシマシになるっていうキャラもいるので、まあ、それと似たような感じですかね。うん、まあ、なので結構船長とフレンド船長に一緒に入れておくと、まあ、結構ね火力が上がるのではないかなと。で、まあ、さらに、ね、体力も回復できるということで、まあ、体力減少した時とかに、まあ、回復させればいいのかなっていう感じですね。まあ、かなり優秀な効果ではあるかなと。やっぱチェーンケース増加量っていうのが結構気になりますね、これどうなるのかっていうのが、うん、ゲットしてちょっと確かめてみたいって感じなんですけど、まあ、続いて船長効果が白色と自由タイプキャラの攻撃率 5.25 倍、高いね、かなり高い。で、体力を 1.2 倍にし、同タイプキャラは連スロットも有利扱いになると。で、受けるダメージを 10% 減らし、一味は痺れ状態を10ターン回復、このキャラが即連ワスロットの状態でタップしたとき一旦の間、敵全体の防御力を0にするということで、これもかなり優秀な船長効果かなと。うん、まあ、それこそ白色と重タイプキャラの攻撃を 5.25 倍にできるっていうのも、まあ、かなり強いですし、まあ、あ
とはそうですね、しびれ状態を10ターン回復っていうのは、まあ、かなり優秀かなと。まあ、それこそ菊之丞&伊蔵がいるんですけど、まあ、それもね、しびれ状態を10ターン回復するっていう能力なんですけど、やっぱ使ってて思うのは、まあ、かなりそこも優秀だなと。やっぱしびれがね、基本的にやっぱしびれ解除できるのが5ターンとかなんですよ。まあ、なので6ターン、今回のね、絆決戦みたいに6ターンとか来た時に、まあ、こういうキャラの戦長効果を使うことで、まあ、しびれ状態をね、無条件で解除できるっていうのは、まあ、かなりね、ここも優秀なところかなと思いますね。で、さらに、まあ、即属性スロット、連スロット、まあ、和スロット、どれでもいいので、その状態タップした時に、一旦の間、敵全体の、防御力をゼロにするということで、これもかなり強い。それこそ防御力アップしている敵とかいたり、防御力ダウンを無効化するようなそういうギミックがなければ毎ターンね、防御力をゼロにできるっていうので、まあ、かなりこれも優秀かなと。かなり優秀ですね。戦長効果でこういう効果はなかなかないんじゃないですかね。まあ、かなり期待できそうですね、これも。で、まあ、戦員効果が戦長が白色タイプか自由タイプならば、ターン終了時に体力が500回復すると。でもう一つが白色と自由タイプキャラの基礎ステータスがプラス100されると。まあ、かなりそうですね。で、サポート効果が、最終バトル開始時サポート対象キャラの必殺ターンを一旦短縮し、スロットを自走に変換、体力を2000回復するということで、まあ、これもなかなか使えそうですね。必殺ターンを一旦短縮させるということで、まあ、それこそね、必殺は巻き戻しが来た時とかに、まあ、最終バトルで必殺は巻き戻しが来た時とかに、まあ、こういうサポートを入れておくと、まあ、巻き戻しを解除できるっていうのが、いや結構強いのではないかなと。やっぱ戦員効果でね、巻き戻し解除できるキャラっていうのは少ないので、まあ、こういうサポートキャラに頼るっていうのもありなのかなと思いますね。で、まあ、タイプ超過もついてるといいね。自分のスロットをレーンスロットに変換、お邪魔スロットも変換可能と。で、3ターンの間防御力ダウン中の敵に当たるダメージが 2.25 倍、えげつないです。2.25 倍、えげつないね。これえげつないな。 2.25 倍、だいたいそういう何ですかね、防御力ダウン状態の時に与えるダメージっていうのが、まあ、だいたい 1.75 倍高くて、 1.75 倍が、まあ、最近のキャラなんですけど、まあ、それこそヤマト&エースとかは熱傷状態の時に与えるダメージ 1.75 倍とかだったと思うんですけど、それが 2.25 倍。で、さらに戦長効果の方でね、防御力をゼロにできるので、ゼロにしつつ、与えるダメージを 2.25 倍にするっていうのはやばいですね。かなり火力でそうですね。で、さらに攻撃力アップとかスロット影響アップとかもありますので、えげつなさそうですね、これは普通に。で、まあ、さらに自分のスロットもレーンスロットにできると。で、さっき言った通りレーンスロットで消費することで防御力ダウンもできるっていうことなので、これ強いね。タイプ超過してそのまま攻撃するだけでやばいことになりそうですね。防御力ダウン中に与えるダメージを 2.25 倍にしつつ防御力をゼロにできるっていうので、かなり強いのではないかなと。それこそ防御力ダウン無効化状態のギミックさえなければ無双できそうですね、これは。で、まあ、あと超連携もついてる。おー、なるほどなるほど。ラストタップはないですね。一旦の間白色と自由タイプキャラの、連携攻撃上昇が2倍、全属性スロットを有利扱いにするということで、まあ、前回の8周年ルフィよりは火力は落ちてしまうんですけど、まあ、それでもね、十分すぎるぐらい強いですね。超連携もなかなか強そう。一応自分ね、8周年ルフィの、超連携使ってみたんですけど、演出出るじゃないですか、ルフィたちの。演出こう出るじゃないですか。で、その後にタップしろみたいな感じじゃないですか。自分その演出に見とれすぎてて、タップ忘れてたんですよね。超連携無理っすね。多分超連携、超連携不向きかもしれないです、自分。まあ、なので、まあ、超連携は自分はできないですね。まあ、今後ちょっと上手くなっていきたいなと。見とれず、ちゃんとね、できるようにしたいんですけど。はい、ということで、海賊祭編の方もね、見ていこうと思うんですけど、まあ、必殺技が残り体力の多い敵3体に、攻撃かける3倍のダメージを与え、
力属性の攻撃の高い敵2体を、100% の確率でしびれ状態にし20秒間で中範囲の仲間の速度アップレベル7 20秒間という感じなんですけど、まあそうですね、まあそれこそ力属性のキャラ相手ならば、2体をしびれ状態 100% でできるので、まあ、20秒間相手を動かす、あの行動不能状態にすると、まあ、しびれなどでワンチャン動いてくるっていう感じですか。まあそんな感じの、状態異常をかけることができると。でさらに、残り体力のね多い敵3体の、3体に攻撃3倍のダメージを与えるということで、まあ、攻撃が、まあ、大体、まあ、2500と考えて、まあ、3倍なんで7500とかですかね。でまあ、通常時で7500なんで、まあ普通に当たれば4000、まあ、5000ぐらいはダメージ当たるのではないかなと。うん。まあ、なので結構な火力は出そうですね。で、さらに、まあ、中範囲の仲間の速度アップレベル7ということで、まあ、かなりね、味方の速度を上げれるっていう点では、まあ、結構強いのかなと思いますね。で、まあ、あと、海賊祭能力の方なんですけど、即属性の仲間の攻撃アップレベル5、速度アップレベル5、白色タイプ、の仲間の体力アップレベル6ということで、まあ即属性かつ、白色タイプの、キャラを仲間にしておけば、まあ速度アップレベル5に、攻撃アップレベル5で体力アップレベル6にできるということで、まあかなり、味方のバフは上げてくれるのかなと思うんですけど、まあ前回の8周年ルフィとか、まあカイドウとか、まあここまでは、強くないんですけど、まあ、それぐらいまで強いわけではないんですけど、でも十分ね使っていけるようなキャラになってるので、まあ、海賊祭で使うのもありなのかなとは思いますね。うん、やっぱしびれを 100% の確率で付与できるっていうのは、まあ、かなり優秀ではあるのかなと思います。まあ、という感じで、まあ、トラファルガールこんな感じの性能だったんですけど、いやえげつなかったね、なかなか。うん、防御力ダウンゼロにできて、戦長効果でね、しかもできて、さらに防御力ダウン中に当たるダメージが 2.25 倍、しかも3ターンの間ねできるっていうのと、まああとそれこそ、まあ、攻撃力白色と自由タイプキャラ の攻撃力 2.75 倍で、2度使えば2回ね、フレンド戦長と戦長で同時に使えば、スロット影響も 2.5 倍にできるということで、まあかなり強いのではないかなと。まあそれこそ他に、まあ攻撃力アップできるキャラを入れておけば、まあ船長に、あ、フレンド船長にね、あのロー入れてなくても、まあ攻撃アップした状態でこのローの必殺を使えばスロット影響も上げることできますので、まあ必ずしもねフレンド船長を同じローにしておかないといけないってわけではないんですけど、まあでもねそれだけでもかなり、強いのではないかなと。うん、かなり強いですねこれは。うん、まああと言うなれば、まあ繊維効果がねもうちょっと優秀であればよかったなっていうのはありますね。それこそ必殺技短縮一旦できているので、あの必殺技巻き戻し一旦解除できるとか、まあそういうのがあるとさらに良かったかなっていうのはあるんですけど、でも十分すぎるぐらい強いので高野菜引きます。まあということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておいた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。